アップステートカリフォルニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州北部のほとんどが、田園部である20郡からなる地域である。総面積は46,900平方マイルあり、サンフランシスコ米エリアと、州都サクラメントの地域より北にある。アップステートカリフォルニアは、地図の上で、ポイントアリーナと、タホコから、北、宗教まで広がる地域と認識される。井戸で見ると、 北カリフォルニアと呼ばれる地域の北半分に一致する。北部海岸、サクラメントバレー及びシエラネバダ山脈のそれぞれ北側部分を含みカスケード山脈のカリフォルニア州内に入るシャスタ、カスケードはすべて含んでいる。アップステートカリフォルニアの中で大きな都市はローズビル、レディング、チコ、ユバシティ及びユーレカである。アップステートカリフォルニアは 北カリフォルニアの主要な都市化された地域より北にある、エン部が大半の地域名である。北カリフォルニアという言葉では、サンフランシスコ米エリアと、州都サクラメントの地域が含まれる。サクラメントより、北の地域は、州内中央に近く位置し、主要都市圏が集中する地域と区別するために、伝統的に、ノースステートという名称を使ってきた。しかし、 ノースステートという言葉は、州内他地域ではほとんどあるいは全く認識されていない名称である。海岸部のマリン郡、ソノマ郡、メンドシーの郡、ハンボルトおよびデルノルト郡は、北部海岸あるいはレッドウッドコーストと呼ばれており、これには、サンフランシスコ米エリアにある軍の北部を含むことで、対象がぼやけてしまう。2001年、 北側二重軍とその経済開発推進組織が、その地域名に、北を含めない新しい名称を、すなわちアップステートカリフォルニアを決めた。この名称は、アップステートニューヨークが認識されていることにあやかる、意図もある。アップステートカリフォルニアは、州からの分離を求めたことなど、そのアイデンティティを主張しようとしてきた歴史がある。1941年に、 カリフォルニア州北部の軍とオレゴン州南部の軍を合わせてジェファーソン州を作ろうとした動きはこの年12月7日の真珠湾攻撃でアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦することになったためについえた。1990年代初期、下院議員のスタンステイ・サムが北部の軍を分離して新しい州を作ろうとしたが失敗した。 1941年の歴史が繰り返されるように、このアップステートカリフォルニアの運動は2001年9月10日に始まっていた。その翌日に起こったニューヨーク市とワシントン DC に向けられたアメリカ同時多発テロ事件により、この運動も影が失せた。アップステートカリフォルニアという名称の歴史は新しいが、その使用頻度は上がってきている。例えば州政府の機関である、 カリフォルニア州労働力開発局及びカリフォルニア大学システムの10キャンパスは州内を区分するときにアップステートカリフォルニアを用いている。しかしアメリカ合衆国国勢調査局はサクラメント統計調査都市圏の中にエルドラド軍、ネバダ軍、プレーサー軍、サッター軍及びユバ軍の5軍を含めている。カリフォルニア州立大学地区校にある 経済開発センターが2009年に公表したアップステートカリフォルニアにおける再生可能な発電と題する報告書ではこの地域の発電量のうち43%が再生可能な資源から得られている。これは州が2020年までの到達目標を33%としていたのに対しすでにクリアしている。この報告書は 地域経済開発の方向付けとして、さらに再生可能なエネルギーを開発するためには、良い条件にあることも示唆している。現在利用されている水力、バイオマス及び地熱に加えて、将来は太陽熱発電の可能性も評価している。風力発電の実現性は薄い。ラッセン山アップステートカリフォルニアは、海岸部メンドシーの軍のポイントアリーナから、 シエラネバダ山脈の他保護に引いた線より、北、オレゴン州との宗教までのすべての地域である。南の境界はメンドシーの軍とエルドラド軍の南側軍境に一致している。井戸で見ると、北カリフォルニアの北半分、カリフォルニア州全体の北3分の1に、ほぼ相当してもいる。アップステートカリフォルニアで最も人口の多い地域は、サクラメントバレーである。 サクラメントバレーは西をノースコースト山脈、北をシャスタカスケード、東をシエラネバダ山脈に囲まれている。モドック郡、ラッセン軍及びシエラ郡のシエラネバダ山脈より、東の地域はグレートベースンの高地砂漠地域に入り、ここにある水流は太陽まで達していない。他方護の水もグレートベースンに流れ出ている。 アップステートカリフォルニアのランドマークとしては、海岸部のセコイア森林、タホコ、およびシャスタカスケードにある火山、シャスタサントラッセン山がある。ラッセン山が最後に噴火したのは1918年である。次の地域等はその全体がアップステートカリフォルニアの中にある。次の地域等はその一部がアップステートカリフォルニアに含まれている。 アップステートカリフォルニアは次の電話地域コードがあり、それぞれが南にある他の地域までを含んでいる次の地域等はアップステートカリフォルニアと交差する大きな地域であるハンボルト案というレカ市ハンボルト軍アップステートカリフォルニアは次の20軍で構成される下記の都市や町は地域の中心あるいは郡庁所在地である カッコ内は2010年国勢調査での人口である。カリフォルニア州立大学システムの中でアップステートカリフォルニアにはチコ校とハンボルト校がある。地域内にはカリフォルニア大学のキャンパスはない。最も近いものはデービスにある。次のコミュニティカレッジが地域内にある。コルサ軍、モドック軍、ネバダ軍、シエラ軍、サッター軍、テハマ軍には コミュニティカレッジがない。アップステートカリフォルニア内には、道路、鉄道、空路及び水路による、交通手段がある。週刊高速道路80号線、シエラネバダ山脈週刊高速道路5号線、シャスタ山近く、カリフォルニア州道70号線、フェザー川峡谷,谷この地域の主要高規格道路は、山脈を回って南北に走っている。週刊高速道路5号線が、 地域の中心を通る幹線道路である。アメリカ国道101号線が海岸部を通る幹線道路である。アメリカ国道395号線はシエラネバダ山脈東側の道路である。週間高速道路80号線はプレーサー軍、ネバダ軍及びシエラ郡を抜けている。修道と軍道のネットワークが地域の結びまれに山岳部を抜けている。 アップステートカリフォルニアには昔のアメリカ国道2本の標識が残っている。アメリカ国道40号線は週間高速道路80号線に置き換わったが多くの都市や田舎道ではそれに並行して走っている。フェザー川峡国を抜ける元のアメリカ国道40号線はカリフォルニア州道70号線になった。同様にアメリカ国道99号線は 週間高速道路5号線に置き換わった。幹線道路として使われていた事業道路や速道のあちこちに歴史的ルートという表示がある。セントラルバレーでは2つのルートに分かれ、西ルートは週間高速道路5号線に、東ルートは修道99号線になる。この地域内の旅客列車はアムトラックの長距離線に限られている。 コーストスターライトが夜遅くに、チコ、レディングおよびダンスミュアで停車する。カリフォルニアゼファーは日中に、トラッキー、コルファックスおよびローズビルで停車する。アムトラックが、キャピトルコリドーとサンホアキンへの接続バスを運行している。グレーハウンドは、主要幹線を通るバス便を運行している。貨物列車は、私鉄が運行している。 ユニオンパシフィック鉄道と BNSF 鉄道がこの地域を通る幹線を運行している。プレーサー郡、ローズビルにあるユニオンパシフィック鉄道の JR デイビッソービス奏車場は西部州の中でも最大の鉄道施設である。地域内の他の小規模鉄道としてアルマナー鉄道、カリフォルニアノーザン鉄道、セントラル、オレゴンパシフィック鉄道、レイク郡鉄道、 モドックのザ山鉄道、クインシー鉄道及びワイリーカウェスタン鉄道がある。ビール空軍基地で RQ-4 グローバルホークの整備をする整備員地域航空サービスは、アーケータユーレカ空港、チコ空港、クレセントシティ空港及び、レディング空港を利用できる。オレゴン州クラマスフォールズにある空港も利用できる。最も近い商業便空港は、サクラメント国際空港。 ネバダ州のリノタホ国際空港、及びオレゴン州、メドフォード空港である。ユバ軍メアリーズビル近くにビール空軍基地、ラッセン軍ハーロング近くにシエラ陸軍補給所がある。アメリカ沿岸警備隊ハンボルト湾航空基地は、ハンボルト軍のマッキンリービルに近いアーケータ、ユーレカ空港を共有している。一般用途空港は20軍のそれぞれにある。 アップステートカリフォルニア海岸部で唯一水深がある港は州内でも2番目に大きな自然の水深があるハンボルト湾であり地域最大の都市幽霊化がその東岸にあるこの港はハンボルト港湾レクリエーション保存地区が管理しており同地区はロストコーストにあるシェルター工部の施設も管理しているその他の港とマリーナとしてはクレセントシティにある クレセントシティ港、フォートブラッグにあるの横を、トリニダードにあるトリニダード港がある。レクリエーション用マリーナは、内陸の湖や川にもあり、タホ湖、シャスタ湖、オーロビル湖、トリニティ湖、クリア湖、アルマナー湖、ウィスキータウン湖など、多数ある。レッドウッド国立公園以下のリストは、アップステートカリフォルニア経済開発委員会など、連邦政府、州及び、 地方政府あるいは経済開発団体による経済開発推進の動きを示す。次のリストはアップステートカリフォルニアに関する地方政府あるいは経済開発団体の活動のニュースと論説である。ありがとうございます。